これまでで一番衝撃的だったヒップホップのニュース。一番衝撃的だったヒップホップのニュースか。まあ、そんなにでかいことではないと思うんですけど、まあ、ウィズカリファーが2年連続、愛知で誕生日を迎えてるってことじゃないですかね。<laughs>